皆さんこんにちは。教員養成セミナー9月号パワーアップノート生物の解説を始めます。講師の竹内です。では皆様、18ページをご覧になっていただければと思います。はい、18ページですね、を見ていただくと、さまざまな問題が、こちらに記載されております。大問でいうと、5題ですかね、皆様確認していただければと思います。すべての問題を解説できませんが、大事なところっていうのもあらかじめ黒板に書いておるので、こう今見ていらっしゃる、生徒様の皆様、例えばこう一時停止していただくとか、必要なものをメモを取りながら聞いていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まず四角一番ですね、なかなか勉強しないところ、ただ過去問ではここの2020年度の山形県で出ている、やっぱりこう差がつくような問題ですね。まあ一般教養の問題だとか、例えばその生物の問題とかにも応用されやすいところですので、ぜひそこはしっかりと理解していきましょう。はい、それではですね、まず2つですね。はい、文章を読んでいくと、まずは、私たち人の体は主に約20種類の元素で構成されている。このうち、ほにゃらら、水、窒素、酸素の4つの元素を合わせた重量は体重の9割を超えている。また、これら4つの元素のほか、リンは核酸やリン脂質、硫黄はタンパク質を構成する元素となっている。生物体を構成する物質のうち、最も多く含むものは、ほにゃららであり、細胞内や化学反応でってことが書いております。はい。ではですね、まずここですね。1つ目の黒ポチと2つ目の黒ポチですね。まずはここは結構重要なところなので覚えていきましょう。人の体の構成元素。まあ、ここで言うと、丸1番に該当するところですね。人の体の構成元素っていうと、基本的には4つあります。4つあって、まず1つ目が炭素、そして水、そして窒素と酸素。この4つから構成されているんだ。そうすると、この丸1番は、まあ問題文だと、水素と窒素と酸素がありますね。はい。水素と窒素と酸素がありますね。あ、ここすみません。水素ですね。申し訳ありません。ちょっと直しておきますね。はい、こちらですね。はい。ですから、最初の答えは何かっていうと、ここに水素があって、で、窒素があって、酸素がありますから、ここの丸一番の答えは、そう、炭素になります。はい、炭素ですね。うん。やはりここは結構重要で、我々の体を作る、アミノ酸とか、タンパク質にも、基本的にはこの炭素っていうのが使われているので、まあ、有機物を作る上では、炭素は非常に重要だと。で、ここには書いておりませんが、まあ、大体どのくらいパーセントが含まれるのかってことも覚えて、合わせて覚えておいていただければと思います。はい。炭素がおおよそですが 18%、水素は約 10%、そして窒素が 3%、そして、酸素は 65% となっております。で、続きましてここですね。生物体を構成する物質。生物体を構成する物質っていうのは以下の4つですね。はい。ここでは、まあ、ここに書いてますね。また、問題文2行目のまた、これら4つの元素のほか、リンはほにゃららほにゃららとなっている。はい。問題文の上から4行目ですね。生物体を構成する物質。ぜひここにマーカーを引っ張っていただければと思います。はい。蛍光ペンでマーカーで引っ張っていただいて、最も多く占めているものはほにゃららでありって書いてますね。まあ、これから見てわかる通り、この下の方にパーセントが書いておるので、まあ、最も多く含むものは何か。まあ、結構これってよく CM とかでもね、出てますよね。人間の体はほとんど何で構成されているみたいな感じで、清涼飲料水とかに結構出たりしますよね。うん。ですから、ここの答えは、おそらくこのタンパク質とか脂質とかっていうのは、まあ、あまりわからないかもしれませんが、なんとなく水っていうのが、イメージができますよね。我々の体って何が一番多く何ができてんだろう、水。ですから、ここは、丸2番は水でございます。はい。そして、その他としてどういうものが入っているのかっていうのは、こちらで記載しております。例えば、タンパク質。あとは脂質。あと、糖質。そして、まあ、その他。っていう形で書いておって、ここもぜひですね、合わせて、上と合わせて、覚えておいていただければと思います。そして、このパーセントですね。パーセントは、おおよそ 65kg の成人男性で平均で取ってます。はい。成人男性の平均なので、必ずしもこうではないのですが、よく一般的に言われるもの、というような形ですね。はい。じゃあ、ここが丸2番の答え。はい。
ですね。そうすると、括弧1番の丸1が炭素。そして括弧2番ですね。括弧2番の丸2番が水素。ああ、水ですね。申し訳ありません。水になります。そして問題文読んでいきますね。問題文の1、2、3、4行目の一番最後。細胞内での化学反応や体内での物質輸送の場となっている。また、タンパク質は特定の立体構造を取ることによって固有の機能を果たしている。生体内の化学反応を触媒するホニャララは代表的なものである。うん。ここで少し難しい言葉が出てきましたね。この触媒という言葉です。はい、ここにもぜひマーカーを引っ張ってほしいですね。触媒って何なのかということでございますが、6行目に触媒って書いてます。触媒はこういった意味ですね。それ自身は化学反応の前後では変化しない物質だ。うん。変化しない物質っていうのを触媒といったものでございます。はい。ぜひここはしっかりと、覚えておいていただければと思います。はい。で、この丸三番に関しては何が入るのかというと、ここはですね、まあ、簡単に答えを言っちゃうと、ここは酵素でございます。酵素。丸三番は酵素が入ります。例えばどんな酵素があるのかって、様々な酵素ありますね。胃の中で働くペプシン。うん。唾液の中に含まれるアミラーゼ。何か聞いたことあると思いますね。いろんなものに酵素が入ってますよね。あと、例えば、食器洗い洗剤にも酵素が入っていたり、油汚れをよく分解するための酵素とか、様々なものは酵素。歯磨き粉にも最近酵素が入ったりしますよね。うん。あと、酵素入りのジュースとかもいろいろあったりしますね。はい。そこは、まあ、酵素と言われるものでございます。で、続きまして、カッコ3番ですね。カッコ3番。ここは少し難しいかなと思います。うん。差がつく問題かなと思います。カッコ3番に関しては、まあ、酸素の運搬、そして光合成に関わるものはどれですかというものがあって、まあ、酸素を運搬するのは、まあ、ここですね。ヘモグロビンだっていうのは、大体わかるかもしれません。酸素を運搬するのはヘモグロビンである。っていうのは、おおよそよくある問題でございます。じゃあ、ヘモグロビンって何なのかっていうと、ヘモグロビンはですね、実はヘムというものと、グロビンというもの二つで分かれるんですね。うん。ヘムとグロビンが合わさって、ヘモグロビンって言われるんですよ。で、このヘムっていうのが、いわゆる鉄のことです。はい。ちょっと高校範囲とかになってくるんですけども、あんまりここはできませんが、ヘムとグロビンから分かれていて、このヘムっていうのが鉄のことなんですね。うん。なので、まあ、ここは鉄を選ぶ。そして、次、この B は結構難しいですね。できない人が多分、おおよそ多いかなと思うんですが、光合成っていうのは、まあ、どこでやるんだか。光合成は葉緑体でやる。これは分かるんですよ。うん。光合成は葉緑体で行われるんだけど、実はですね、葉緑体の中に存在するクロロフィルっていうものが行うんですよ。このクロロフィルがいろいろ光エネルギーを浴びて活性化して、で、例えばそれが活性化した時に、元に戻る時のエネルギーで水を分解したりとか、ATP を作ったりとかってするんですね。なのでこのクロロフィルっていうものが大事です。はい。そしてこのクロロフィルに関係しているものはマグネシウム。まあ結構これはもう暗記ですね。ですから、光合成は葉緑体のクロロフィルで行われるんだ。じゃあクロロフィルって何なのかっていうと、マグネシウムが多く含んでるんだよ。ってことも合わせて覚えておいていただければと思います。そして、ここですね。ちょっと参照と書いてきました。ここにはないのですが、要素も実はたまーに聞かれたりしてます。要素。愛ですね。はい。イソジンうがい薬とかに入ってます。はい。要素っていうのは。で、その要素っていうのは、生体内で言うと、チロキシンっていうものに多く含まれています。はい。チロキシンっていうものに含まれていて、まあ、チロキシンってどういう働きをするかっていうと、代謝の促進ですね。はい。代謝を促進、どんどん促進するもの。うん。あと、例えば、両生類とかだと、変態っていうものがあって、形を変える。まあ、そういうのに促進されたりするのが、まあ、チロキシン。今回は出ていませんが、もし仮に、ここに、あいうえおか、木が愛っていうものがあったら、まあ、チロキシンだなって。覚えておいていただければと思います。はい。じゃあ、四角2番ですね。はい。続きまして、四角2番です。こちら、体細胞分裂の観察ということで、おそらく中学校時代にやった子も多いんじゃないかなと思います。もしくは高校生時代に、こう、顕微鏡を使ってやったなって、懐かしきことを思い出していただければと思います。で、ここで覚えるのは、結果的に答えですね。はい。問題文の2行目。これは、細胞壁がバラバラになりやすくするための処理である。いわゆる乖離という処理です、ここは。じゃあ乖離をするためには何をしたらいいのか
ということで、まずここは答えは乖離をするためには薄い塩酸をします。薄い塩酸で細胞をバラバラにするんですね。なんでバラバラにするかって、細胞って結構こう固まってるので観察しにくいんですよ。でそれを離すために、まあ、塩酸を用いるということでございます。じゃあその他の回答の選択肢は何なのか、例えばメチレンブルーって何なのか、ヤヌスグリーンって何なのかってことですよね。まあ酢酸オルセインとか酢酸カーミンっていうのは聞いたことがあるかもしれません。でこのスダン3スダン3カッコ5番は別にこれはもうほとんど出ることはないので無視していただければと思います。でよく出るのはこのメチレンブルーとヤヌスグリーンですね。はい、少し皆さんメモを書いていただければと思います。メチレンブルーっていうのは、まあ、ブルーなんで色は青なんですよ。でどうすれば変わるかっていうと、水素と結びつくと無色になります。はい、水素と結びつくと無色になる、これをメチレンブルーっていうんですね。はい、まあおそらくこういうふうな試験では出てきませんが、メチレンブルーの働きもぜひ今日ですね、せっかくですから覚えておいていただければ。メチレンブルーっていうのは普段は青なんだけど水素と結びつくと無色になる。はい、そしてカッコ2番ですね。カッコ2番のヤヌスグリーン。ヤヌスグリーンっていうのは何を染めるのかっていうと、ミトコンドリアを染めます。はい、ミトコンドリアを染めます。ミトコンドリアを青緑色に染めます。グリーンだから緑ではなくて青緑色ですね。ミトコンドリアを青緑色に染めるんだってことも合わせてメモを書いていただければと思います。そして黒板にはですね、体細胞分裂の、まあ、流れっていうんですかね、各どういうとこが行われているのかってことを記載しております。体細胞分裂では G1 期、S 期、G2 期、そして前期、中期、後期、周期という形でなっていて、この G1、S、G2 を間期、そして前期、中期、後期、周期っていうのを分裂期と呼ばれます。そして、じゃあ各この前期がどういう働きをしているのか、中期で何が行われているのか、後期、周期でどういうことが行われているのかっていうことはこちらに記載しておるので、まあおおよそですね、ここを押さえておくと点数取りやすいよっていうところです。はい。例えば前期で言うと、角膜、角小体の消失。そして中期だと、まあ、染色体っていうんですけども、同源体、まあ、が赤道面に並ぶ。そして後期で赤道面に並んだものがこう両極にパカッて分かれるんですね。そして周期では新しい細胞ができる、まあ、こんな流れですね。ですからここは少しね、板書ではできませんので、もし皆様お手元に中学校時代とか高校時代の生物とか理科の資料集があった場合にチェックしていただければと思います。あとはもしくはネットで体細胞分裂っていう検索していただくと、カラーで出てきますから、そちらをぜひちょっと見ていただければと思います。どういう風になっているのかってことですね。それをしっかりと見ていただければと思います。はい。そしてでは、四角3番ですね。四角3番に関しては重要なのは、カッコ3番でございます。はい。テキストの19ページ、カッコ3番を見ていただければと思います。ここは、その同管がどういうもので、主管がどういうものであるかってことを聞かれています。はい。重要なことを言いますので、皆さんメモを取っていただければと思います。はい。同管についてはですね、同管は死んだ細胞からなってます。死細胞ってよく言われますね。はい。同管は死細胞である。逆に、主管は生細胞、生きている細胞なんですね。なので、同管は死んだ細胞だよ。主管は生きている細胞だよ。ってことを、覚えておいていただければと思います。そうすると、例えば、問題文の A を見ていただくと、主管も同管も死んだ細胞から何って書いてますね。ああ、じゃあこれ違うなってなるわけです。うん。じゃあ、カッコ B。主管は生きた細胞から何、ああ、そうだよね。主管は生きた細胞からなっていて、同管は死んだ細胞からね。ああ、そうですよね。ですから答えは B になるわけです。うん。じゃあ逆に C を読んでいきますね。主管も同管も生きた細胞から、違いますよね。同管は死んだ細胞だ。主管は生きている細胞だ。ってことが分かっていれば C も違って、じゃあ D。主管は死んだ細胞、これも違いますよね。はい。ですから答えは B となります。そして、四角4番、まあ四角5番に関しては、サブノートを見ていただけると分かるようになってはおりますが、四角4番の体液の循環については、各、血液とか血管の名前も合わせて覚えておいていただければと思います。例えば、問題文である、
問題文2行目ですね。ブドウ糖やアミノ酸を最も多く、いわゆるすごく栄養が豊富なところってことですね。栄養が一番多いところ、これを、まあ、関門脈とか門脈って言ったりします。はい。結構中学受験とかでもバンバン出てきます。はい。大学受験でも出てくる。そのくらい有名なので、じゃあ門脈っていうのはどこかなっていうと、一番エネルギーが多いところです。エネルギーが多いところ。じゃあエネルギーはどこでやるのかっていうと、小腸でいろんなものが吸収されるんですよ。で、それがエネルギーになるんですね。なので小腸から出ているところが、いわゆる関門脈なんですよ。我々の体内では、小腸では食べたものをたくさん吸収して、エネルギーを吸収していく。じゃあ、大腸は何かってことですよね。大腸は主に水分の吸収なんですよ。うん。水分の吸収をしているのが大腸で、エネルギーを吸収しているのが小腸。だから、たくさんエネルギーが出ているところっていうのが、小腸から出ているところって形で絵になります。はい。そして、四角5番に関しては、まあ、顕微鏡の使い方でございますから、こちらは、サブノートを見ていただくと、より詳しく書いておるので、こちらをご参照していただければと思います。それでは、生物の回答は以上になります。ありがとうございました。